もよろしくお願いします。としのみやでーす。ということでね、今日も今回やっていきますが、本日は、なんだっけ、今。何連勝したっけ？人間8連勝くらいした ?8 連勝くらいして、確か、次でラストだっけ、リーグ戦は。そうだね、柏戦の34節で、勝てばリーグ優勝というところで、今回はルヴァンカップの準決勝ですね。せっかくリーグ戦がいい感じに来てるので、やっぱりカップも優勝してね、行きたいなっていうのはあります。ルヴァンカップは今こんな感じで、うちとサンフレッチェ、レイソルと、セレッソ。で、準決勝が行われますと。というところですね。さあ、では、優勝に目指してね、準決勝のファーストレグ、やっていきたいなと思います。では、広島と、やっていきます。カップ戦の準決勝です。両チーム、決勝進出をかけて争います。この試合でサポーターに勝利を届けることができるのは、どちらのチームでしょうか。どちらのチームもここまで来て負けたくはないでしょう。さあ、やっていきます。キックオフ。さあ、ボールが回ります。よし、とりあえず真ん中に入れて、他前に出ますと。きつい。きつい。よいしょ。ここに。いいんじゃないですか？よし。早く入れていこう。よし。厳しいか。今悪くなかったと思ったんだけどな。これで僕の評価下がるのひどくない？よし。さあ、ボールが出て、スローイン、高い位置、いいですよ。一度後ろに戻して、ここから、がっつり後ろに戻した。さあ、三浦が中に入れていく。さあ、僕受けて、サイドに入れる。厳しいか、これは。取れないね。さあ。さあ、相手はディフェンスでボールを回してますと。そして、ゴールキーパーに。またディフェンスに。いや、ボールキープしてきますね。取らせないと。さあ、またゴールキーパーに戻した。よし。いやー、時間を使ってきます。サイドだけは行かせない。よし。いや、行かれそう。ダメだ。よし。あー、ナイス。オッケー、トップ。全然取れなかったな、今。よし。いける！ありがとう！完璧だ！どう？あー、きつい！ごめん。山田、こっちに渡った。いける。入れに行った。さあ、これはさすがに取られますね。いやー、やっぱり左足のクロスは無理なのかな。どうなんだろう、わかんないな。今もうちょっと早い段階でもう右で、見せられる前に蹴ってよかったのかも。ナイス？取ったいいよ。ごめん、フォローできる位置じゃないね、これ微妙だね。よし、どう？取れるかな？取れるよね？オッケー。厳しい。まずい、僕のポジション的にも怒られる。よし、ナイス！オッケー。切ったのはでかいよ。あ、ナイス。いいね。よし。さあ、いけるよ。さあ、中央。そうですが、フェイントかけて、サイドに流す。最後から、倉田が上がっていって、クロスを上げた！さあ、レミューソン、遠い位置からのヘディングは入りませんと。そして、ここはポジショニングで、ちょっとずつ削られていくと。よし。さあ、どうなる？西ね。ごめん。あ、でも、まあ、無事でしょ。悪くないかな。悪くないってそこ。ちょっと前には持っていけなかった。よし。あ、真ん中入れたっけ？これはアップミス。
青山敏弘。これか、ナイス。うん。いいよ。どうしよう。いいよ。やばい、これは取れる。やばい、ごめん。これはいい。ナイス、ナイス、ナイスかな。よし、ナイスだ。うん。オッケー。ごめん、微妙なパス。すごい微妙なパス、ごめん。うん。よし。うん、いいよ。いける？厳しいか。取れないね。うん。さあ、もう前半あと1分、アディショナルタイミング、噛んだ、アディショナルタイム。うん、よし。さあ、ここまずい、これ取られたくない、ナイス。オッケー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 。とりあえず前半0対0。厳しいですね、厳しいですけど、まあ、こっちホームなんで、0-0 で終われば、悪くはないんですよね。いや、悪くないのかな？どうなんだろう？ホームで勝つべきなのかな？さあ、とりあえず。うん。よし。オッケー、取った。取ってない！ナイス！オッケーオッケー。うん。あー、出ちゃった、ごめん。うん。あれ？あ、出たけど、こっちの。あ、あーどうも。うん、ごめんね。なんか、相手がちょっとずつ出しながら、ちょっとずつ前に進んでいくみたいな。よいしょ。この選手ですが、前半はまずまず。いいよ、いいよ、いいよ。うん、悪くない。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。オッケー、完璧じゃない？だからパスいいんじゃない？どうも。早すぎるかな？うん。惜しかった気がする。うん。これは戻ろうか。よし。うん。青山と白。よし。あ、まずい。これは、取れない。よし。ナイス。オッケーオッケーオッケー。うん。よいしょ。いけるよ。いけるか？ちょっと戻すよ。取れる？オッケー、取った。うん。よし、ごめん。そしてまたポジション残れる、これ。よし。オッケー。危ない？よし。うん。さあ。さあ、どうなる？アルミソンが、真ん中で、ボールを回して、遠くに来る。そっから、そっから敵に渡る！ごめん！いやー、ああいうとこでパスの判断が遅いよね。足どころが見当たらないときに、うーんってなっちゃう。うーん。足どころあるんだろうけどね。見つけれないんだよね。うん。あ、取れるんじゃない？ナイス、ナイス。うん。おっと、ファールか。いやー。今のボール言ってたと思うけどね。ちょっと軽率なプレーでしたね。注意が必要です。あー。肩で足に当たったってことか。うん。さあ、このフリーキックは、止めて、止めて！お願い！ありがとう！ナイスクリア！うん。よし。オッケー。うん。オッケー。ありがとう！このまま走り抜けたい。無理か。さすがにきつい。うん。このままコースを上げに行きたかったけど、さすがに追いつかれるね。うん。よいしょ。よし。ナイス、止めたっけど、相手ボールか。いや、いける。美女が持って上がっていく。ごめん、僕が受ければよかったかも、さっきの。うん。あ、真ん中で受けた、アルミソン！ナイス！いや、惜しい。いや、いいシュートからのコーナーキック。あー、トーレスが変わっちゃったけど？うん。さあ。どうなるかな？これ、いや、でも悪くないんじゃない？誰だ一番手痛そうなのは。うん。誰入ってんの？よし、どう？
いけるんじゃないかな。あ、パンチング、キーパー飛び出した。ないな、ない、一瞬惜しい。相手触った？今、どう？だよね、コーナーあるよね、まだ。おっと、僕じゃない。まさかの、僕じゃないこともあるんだ。どうぞ。あー、ごめん。僕の位置悪かったかな。なんか久しぶりに受ける側だったから全然わかんなかった。よし。ナイス？いける！いけるよ！あるよ！いける！惜しい！コーナーかな？これは。触ったんじゃない？触ってないのか。ただ浮いただけか。残念。いやー、終了まで結構攻めてるけど、勝てないね。ちょっと待って。点にならない。よし。さあ、これは？これは！チャンスになる！これはチャンスになる！PK？ PK だ、ここで。おーっと、いいね。ここに来て PK。さあ、おー、痛そう、痛そう、シャイニングウィザード。今のはやばい。今のは痛そうだったね。そして僕かキッカー。これ、緊張だね。どっちに行ける？右。いやー、左でしょ。やだな、左、左。気持ちは左なんだけど、取られそうな気がする。どうだろう。いいか。入れ！お願い！よし！ 1 点！よし、入れたー！ PK をきっちり入れて、相手動けない。いやー、ナイス！今のよく、PK、よく PK 取ったじゃない。今の完全に相手が、すごいキックかましてたけど。いやー、危なかった。これ、相手の反応があれば取られてもおかしくない。甘いコースだったけど、よかった。これはでかい。PK。PK で得点と。やったー。いいね、これ。さあ、どうなる？オッケー、オッケー。よし。いやー、もう、あと、アディショナルタイム、なんでこれ噛むんだろう。アディショナルタイムも、3、残り、ない、オッケー。勝ったー。よし。いやー、でも、あのファールは痛そうだった、さすがに。いやー、今回、シュートのパスも、全部完璧だね。ちょっと待って、でも、あれ、痛そうだったな。ないんだ、あれ。なんかもう、綺麗なシャイニングウィザードが刺さってたように見えたんだけど。あれは痛そうだったけど、勝てましたね。やったー、ガンバ大阪、劇的な結末。よし。ハラハラさせるゲームでしたが、ガンバ大阪はファンにとって忘れがたい結末となりました。いやー、勝てましたね。ということで、次回は、リーグ戦の最終節ですね。というところで、待って。最終節を前にして、ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと待って、わかんない。これ、決まってない優勝。あ、違うわ。気のせい、気のせい、気のせい、気のせい。グランパスがいるわ。今、この画面で見た。危ない。そうだね。グランパスがいるから、あれか、引き分けじゃいけないんだ。本当に勝たなきゃいけない。グランパスとの今勝ち点差が2だから、この試合を勝ったら優勝。負けたら終わり。ねえ、本当に熱い試合じゃん。しかも、僕らの試合以外終わってるよ、これ多分。全部34だもんね、もう。僕とレイソルの最後の戦いで、勝つか負けるかで、優勝が決まる。すごいね、これ。勝ち点2を争う、首位との戦い。次の試合絶対勝たなきゃいけないですね。これ勝ったら、優勝です。よし、では、今回も勝ててよかったですね。劇的な勝利でした。では、次回の動画もよろしくお願いします。よし。
久しぶりに手振ろうかな。よし。うん。じゃあね、お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。